腰の王子ゆうちゃんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。今日はですね、ちょっとね、剣術居合の話をねしたいと思います。僕はねほぼ毎日、この居合刀っていうものを持ち歩いてるんですけれども、最近ねよく声をかけられることが多くなったんですよね。今日もね、外国人の方、電車に出会いまして、外国人の方に、僕のこのこうやって持ってませんよ、ちゃんと袋に入れてます、袋に入った居合刀を指さしてですね、で、目線を感じたんでパッと見たら指さして、ね、英語でやばい喋られると思ったんですけども、日本語でね居合って言ってきたのでイエスって言ったんですけれどもね、でどこで居合をやってるのってね、英語じゃなくて日本語で聞かれまして、ワールドワイドって英語で答えてみました。どこでも僕は居合をやるんでね、ワールドワイドと答えました。その方は奈良の方だったんですけれどもね、また先日もね、テクテク街を歩いていたら、またこれを持って歩いていたら、後ろから、なんか小走りで走ってくる足音が聞こえたんで、パッと見たらですね、すいませんとね、居合やってるんですか、居合抜刀術やってはるんですかっていうね、ご婦人の方に声をかけていただいたりとか、なんかね最近声をかけられることが増えております。ぜひね見かけた方は声をかけてください。ということでですね、居合に関してなんですけどもね、僕まあ流派いっぱいありますけども、いろんな流派学びましたけど、今は僕はもう流派どこにも属して、もちろん属していません。縦腰流派っていうと、別に縦腰流剣術っていうのもやっておりますけれどもね、どこででも、何流にも属さないということで、俺流剣術ということですね。居合抜刀術ということです。で、居合というのはね、もともとですね、迎撃の術と言われましてね、迎撃っていうのは歓迎の迎に攻撃の撃でね、自分から攻撃を仕掛けるものではないんですね。武術というものが本来、そういうもので、相手が、攻撃してくることに対する対処法ですね、護身術が本来の武術なんですよね。つまりですね、臨戦態勢ではない状態、突然襲われた時にどう対応するかっていうところですね。それを研究して生まれてきたのが居合抜刀術になります。居合抜刀術の始祖と言われるね、林崎仁助さんという方がいらしたんですけども、戦国時代から江戸までを生きたね、江戸初期を生きた方ですけれども、その人が、その居合抜刀術の開祖と言われていますけれども、このつまり普通にねこうやって喋ってたり動画撮ってたり、まあ動画は昔ないですけどね、動画撮ってたり普通に歩いてたりご飯食べてたり、うんこしてたりね、あるいは鼻くそをほじってたりとか、普通にそういうことをしてる時に攻撃された、おいのし兄弟と攻撃された時にいかに対応できるか、即応できる体作りをするかっていうのが居合抜刀術の本質になるんですね。つまり相手は刀を抜いている状態、自分は鞘に刀を収めた状態、これでいかにこのピンチをチャンスに変えてすり抜けることができるのかっていうのをね研究して、そういう元の研究して、その知恵と工夫で生まれてきたのが、発展してきたのが居合抜刀術に、なります。で、特にですね、居合の居というのは、いるという字ですけれども、これね、立ち居振る舞いの居でもありますよね。立ち居振る舞いと言います。立ち居振る舞いっていうのは、立つというのは立つってことです。立ち居の居というのは、これ、座るっていうことなんですよね。つまり、座位の姿勢、座った姿勢からの抜刀術っていうのが、特に居合抜刀術の本質になるし、座った体勢から剣を抜くね、刀を抜く術技というのがたくさん、生まれてるんですよね。で、まあ僕が、座った状態から刀を抜いてるね動画、たくさんありますし、そちらは、下にリンク貼っときますからね、そちらからご覧いただくとしてですね、まあそういう風にして生まれてきたのが居合抜刀術になります。これはね、だからこの知恵というのはですね、現代に、本当に活かせるもんです。現代の例えばビジネスの場とかね、日常生きていたらいろんなことが起きるわけで、つまり不測の事態ですよね。予測、予定外、予測外、想定外のことが起きるわけですよ。その時にいかに、冷静に対処してこのピンチをすり抜けられるか、あるいはこのピンチをチャンスに変えることができるか、その知恵がですね、知恵と工夫の結晶が居合抜刀術になりますので、ぜひねこの知恵を学んでいただきたい。
なので、いわゆる抜刀術というのにも取り組んでいただきたいですし、言ってくれたら教えますしね。それからそのいわゆる抜刀術、この刀なんて別に使いたくないっていうね方のためには、その武術ですよね、このいわゆる抜刀術とか剣術とか柔術とか、こういった武術の本質というものをね、エッセンスを取り切りにとって、それを組み込んだ、組み立てた体操法、それが縦腰体操なんですね。そういう体操法がありますので、ぜひね、そちらに取り組んでいただければ嬉しく思います。そしたらですね、縦腰体操を取り組んでると、これは本当に武術の動きがふんだんに盛り込まれてまして、武術をやってるのと同じことになってくるんですよね。やっぱり体と心っていうのはセットでね、いわゆる抜刀術が、本当に、盛んだった頃っていうのはですね、もう体と心はもちろん昔の日本ですから分けて考えてませんでした。心理学なんていうものは存在しなかったんですよね。存在しなかったんです。体と心は常にセットでですね、特に居合っていうのは本当に生きるか死ぬかの世界になりますので、本当に体即心だったんですよね。だから体でそうやってピンチをチャンスに変える技をどん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 開発していくと、それが心の面にも反映してきてね、心の面でもピンチをチャンスに変える発想とか考え方とか、あるいはタフ、現代の言葉で言うとメンタルタフネスですね、そういった、精神力もついてきますので、ぜひね、体からこういった、ことを変えていくっていうのにね、取り組んでほしい。今筋トレとかが盛んですけれども、筋トレよりもですね、筋トレはそれはそれでいいんですけれども、それにプラスしてですね、この日本人が培ってきた居合抜刀術という知恵をですね、あなたの日常仕事、あるいはビジネスですね、一緒か、仕事ビジネス、そういったものにね、反映して人生豊かにしていってほしいと思うんですね。だからその居合抜刀術の知恵がふんだんに盛り込まれた縦腰体操に取り組んでほしいということなんですね。で、縦腰体操に関しましては全5回無料動画講座というのを配信しておりますので、下にリンク貼ってますから、そちらから登録してぜひ、勉強してみてください。はい、今日の話は以上になります。今日の話が何か少しでも役に立ちましたら、いいねのボタンをよろしくお願いいたします。またチャンネル登録どんどんよろしくお願いいたします。それでは今日も動画をご覧いただきありがとうございました。